久保さん、岡本太郎さんのね、すげえいい名言を見つけました。むしろ成功は失敗のもとと逆に言いたい。その方がこの人生の面白,を面白さを正確に言い当てていると。成功は失敗のもと。まあこれ一般的に失敗は成功のもとって言われてると思うんですけど、岡本太郎さん逆で、成功は失敗のもとを逆に言いたいと。その方がこの人生の面白さを正確に言い当てていると。だからこれはね、なですかね。 まあこれが正しい。だ先ほどね、なんか一つに絞ること。まあ確かに大事なんだけども、じゃあそれが一つの成功モデルではないよと。逆を言うと、それが成功としてしまうんだったら、例えばそのひた一つがダメだったら、どうするのって話でね。<laughs> だから、うん、なんだろうな。確かにまあその大事なんだけども、なんかいろんな側面で見ていくっていうことが大事かなと思いますね。うん。で、僕は、ただ、ただしい僕が一つ言えるのは、 そのライフですよね自分がどう生きたいのかそのライフの中に時間的自由と収入のバランスこれが取れるビジネスを選ぶんであるならば僕はネットをおすすめしますただこれは僕の答えなのであなたの答えではないかもしれないです、ね、僕はもう時間的時間の自由ができるあとは収入の自由が作れるのはもうネット以外ないと思ってるんですよでもこれは僕の答えで他にもなんかいろんな方法あるかもしれないですけどただ 僕がいつもやってることはパソコンに向かってただ喋ってるだけなんですよ。で、これで稼いでるだけなんですよ。だから、こんな仕事まあまあないですからね。人にも会わなくていいですし。人に会わないですよ。僕が会ってるのは、久保さんもそうですけど、カメラには毎日会ってますけどね。僕と対話してるけども、う久保さんがリアルで会ってるのはカメラに向かって喋ってるだけなんで。<laughs> いやこんな仕事あるっていう。まあ、あるんだったらそっちにね、やっていただいてもいいんですけど、 やっぱねネット上に、まあ、僕は自分,の自分で自分の従業員を雇うみたいな、まあ、考え方があるんですけども動画を撮るってことは一人自分の従業員を無料で雇用してるみたいな話ですねしかもそのクローン人間は、ねえー、その給料いらないし文句言わないし寝ずに働いてくれるんですよこれはねめちゃくちゃ僕は、ね、ネットの本当にあの恩恵ありがたいなっていうところですね普通のリアルだったらこれできないんで マージャン店経営してたマージャン店を経営しないといけないんで。でも,も、YouTube みたいなやつは、別に、んなんだ、勝手にまあやってくれるわけじゃないですか <laughs>。いってらっしゃい。